エミール・ボックは、ルーマニアの政治家、民主自由党党首、元首相、元クルージュイコールナッポカ首長、2008年に首相に任命させた、同国大統領トライアン・バセスクの派閥に属している。世界金融危機がルーマニアに波及すると、同国の経済状況も悪化し、国際通貨基金から200億ユーロの支援を受ける、代わりに、 公務員の給与25%削減や増税などの禁縮財政策を打ち出した。これに対し反発の声が上がり、2012年1月中旬から全国で反政府デモが勃発。2月6日、ボックは事態の責任を取り首相を辞任した。ルーマニアの反政府デモ4日目に禁縮策に反発。cnn.co.jp http://www.cnn.co.jp/.world/.30005285.html2012 年2月6日閲覧。財政禁縮策に抗議でも、ルーマニア首相辞任。読売新聞。http://www. 読売。cojp.world.news。 2012万206位と一 t 0 0 9 9 0 h t、HT、m 2 0 1 2年2月6日閲覧。ありがとうございます。